はい、こんにちは、えー、今回はね、有名な三角関数2タイプっていうやつのタイプ1。それ行こうと思います。ちょっとサムネから出してみました。えー、こんなようなね、三角関数があります。えー、と正確には三角関数のやや複雑な関数っていうね、えー、そんな感じかな、ね。これ自体三角関数とかやったりもするからね。ねうん、まあ、これでもこっちでもいいんやけどね。ねうんまあ、なんで、えー、三角関数を含む やや複雑な関数みたいな長い話になるわけやけど、まあそれを短くしてね、有名な参加関数って言ってます。はい。で、最大値オモジーム、最小値コモジ m ムっていうのを求めて、その時のシータを求めようっていうねえ。まあ割とよく共通テストとかでもあるような問題え。この辺をさっとやってみましょうっていうことやねんけど、まあ割と時間かかるかもしんないです、ねえ。なんで一応4分っていう風にしてみました。はい。さあでね、このね、タイプはどういうタイプかって言ったら、実はこの青線のところやねんけどね、これをね、置き換えってのやります。 置き換えて今ここに定義域範囲があるんやけど例えば t というふうに置くと新たな t の範囲になって実は 2θ やからその新たな範囲の制限がある二次関数そういうふうに変わるんやねその有名なタイプですはい書いてみました三角関数を含むやや複雑な関数っていうねいうことで数2でアフタタイプです うん、でそれのうちの1タイプ目っていうやつで、えー、青線のところね sinθ たすルート3 c o s ンっていうやつを t と置くっていうねいう話でそうすると実は前のところも、えー、t の式になって、えー、それで t の二次式になるよっていうそういうタイプですで、えー、数2の段階でやれる三角関数、ね、っ,てって言ってしまうけどね、えー、の問題はやっぱねタイプ限られるんやね例えばここに、えー、一番最後にはねプラス sinθ とか、ね、ちょっとここと まとめられそうやけど、うん、とかに、こうやって1個付け加わってしまうと、もうそれはね、全部数3になるんやよ。うん、なので、形がいい形じゃないと、数2の間で処理できないんやよ、ね。で、そういう形が一般的になったやつは全部数3なのよ。微分して増減表でグラフっていう、そんな風に変わるんやよ、ね。なので、残念ながら数1で扱えるやつ、数2で扱えるやつって割とね、限られてしまうんやね。えなので、2タイプっていう風になる,なるわけです。 さあ、でも持って、えっ、ー、と、合わせのとこ t というふうに置きますっていうふうにしてある、ね。うん。で、まず t と置き換えたら、その t の範囲っていうのがあります。何でも取れるってわけじゃないです。例えば sin って最大で1で、c o s i って最大で1やから、例えば100が取れるかって言ったら、えー、取れないです。そんなふうに t に範囲があるわけやね。で、でその範囲をね、えー、出してあげようっていうのは一番最初です。範囲。で、それは合成するんやね。合成いけそうかな。 1>, 1、ルート3っていう点を取って、やね、こっちにあるけどね。1、ルート3っていう点を取って、大体の2と3分の π っていうのを出します。うん。その辺がよくわかんないっていう人申し訳ないけど、20章の50番目っていうやつをご覧になってみて、合成すぐできるようにしといて、しとくといいです。で、こういう図を書くのをおすすめします。書かれて、それで、パンというふうに出す、出すと。こっちが大体の2というね、r っていうやつね。この3分の π が角度 θ っていうやつね。 R と θ っていうやつやねんけど、そうやったらすぐ合成ができます。で、そういうふうにすると、うん、例えば、えー、これがね、1以下で1以下やからっつってね、えー、と,とかよりもね、1たすルート3とかじゃなくてね、もっとね、えーと、最大で2とかそういうのが分かってきます。うんえー、実は s i n 2乗とコサイン2乗は1やから、これも1になってこれも1になるっていうのがね、えー、ないんやね。ねなので1、1たすルート3とかそういうのは取れないのよ。 その辺を分かりやすくするためにシータ2つあったやつをシータ1つだけにしてあげて、えー、範囲がここからここまでだよっていうのをね、えー、と出してあげようっていうふうに思ってるわけ。だから合成をするということになるわけ。はい。で、合成した後にその範囲やねんけれど、えー、とシータがね、サーキュータみたいに2つが1つになったから、これはね、作っていけばいいねん。 シータ、ごめんなさい。シータの範囲からね。どっかや、これか、えー。シータの範囲、ここにあるやんか。シータの範囲から、一、えー、つ一つ作っていくってね。えー、シータに3分の π 足して、3位取って2倍するっていうふうに、だーっというふうに作っていくっていうのがおすすめです。はい。これもね、共通テストとかですごくよく出てきます。はい。でね、まずね、そのね、シータの範囲書くやんか。3分の π 足してつ、ポンポンポンって書くやんか。その後、3位取ったやつっていうのを書きたいわけやけど、えー、そうすると端っこが端っこにこう来るわけじゃなさそうなのよ。 だからここで単位円を書いてあげて、角度は60度から240度っていうふうになんねんけど、サインはご存知点の Y 座標やから、ここで一番高いところ一番低いところっていうのを見るわけ。ただ最大はこの一番上の位置で、最初は一番角度が増えたところ一番下に来るから、ミニマムって書いてあるわけやね。この辺の練習ね、よくしといた方がいい。合成してシータの個数1個にした後に、 範囲を出すっていうね。そういう流れがここに2052年の練習問題あるから、そこでもやっとくといいかなと思いますで。ちょっと今も続き見てみようか。はい。でそうすると、えー、3分の 4π っていう角度が一番、えー、大きくなった時に最小になるから、えー、これがマイナス2分のルート3やね。で、こうね、なるべく揃えて真下に書いておくといいよ。で不等号の向きひっくり返します。最小やから。で、最大はって言ったら、1やから1やねんけれど、 えーと位置っていうやつが区間の端っこの端,この端点じゃなくて途中の点の時はその今これ θ 足す3分の π の図やけどその θ 足す3分の π が2分の π90 度だよっていうのをここにプルッとメモ書きで書いておくといいと思いますそうすると、えー、このね最大最小にな,ったなるのシの θ の値をって言った時に、えー、実はパッと6分の π とか出せます なので、ちょっと格好悪いとかあるかもしんないけど、別に格好の問題じゃないから、ここに書いておくといいかなと思います。で、2倍して。で、2。t になります。ね。え、ほんでから、マイナスルート3。が出てくるわけね。わかるえ、だから、え、t がマイナスルート3になるシータを出してくれって言われたら、これはこっから来てるし、これはこっから来てるし、これはこっから来てるから、え、バーンと上に遡って π。ね。こういうのは共通テストで早い。 で、t がもし2になる最大になる時のシータを出してって言われたら、えー、これはパンと上に登ると、ここから来てんだけど、えー、なんかここにうにゃうにゃの時って書いてあるから、ここから上に登れないのよ。これじゃないねここから来たわけじゃないねなので、ここへ移行して6分の π っていうふうにすぐ出せる。ね、そしたら早くなるから、ね。なので、これめっちゃおすすめです。はい。OK。じゃあ、今までの流れで t の範囲がマイナスルート3から2以下って書いて出てきました。 じゃあ続いては、えー、こっち側を t で表してあげて、っていうふうになるわけね。うん。でね、えー、と、今ね、ここ 2θ、2θ 見えますそして、2θ なんかは sin2 倍角で 2sinθ、c o s シー θ であるから、そうするとね、t2 乗するとね、sinθ、c o s シー θ, θ が 2ab の展開部分で出てくるからね、t2 乗を計算しようと思うわけやね。うん。 で t2 乗計算しておいて、で、一方こっち側も cos2θ っていう方も、えー、それはこうなるからね。うん。で、こうなって、これ都合いいかなやっぱしね。こっち側も2乗出てくるね。cos2 乗が出てくるから、やっぱり t2 乗計算するといいね。やってみようか。は <laughs> い。またってて t2 乗計算してみたら、sin2 乗でしょ ?2 ルートイ s i n cos。コ c o s 2乗、ね。で、それで cos2θ これに合わさなきゃいけないから、だから、えーとね、 ここは2ルート3サインコサイン。これと一緒でしょで、そうすると、サイン2乗ってあっちゃいけないから、サイン2乗とコサイン2乗足して1にすると、そしたら1になって、残りは2コサイン2乗かあ。これでめっちゃいい形か。はい。というね、えー、少し、えー、一番最初にあるんじゃなくて、ちょっと応用みたいな感じにしてみました。うん、なので t2 乗を計算して、こっち側も2倍角使ってあげて、えー、それで、うん、t2 乗で、 いい形になるだろうみたいなね。あとは1を移行すればいいかってなるわけ。ね、はい、うん。じゃあ、えーと、y を t で表す、ねうんえー。2倍角使ってみました。2ルート3サインシータ、コサインシータ。コサインは2倍角で2コサイン2乗引く1っていう方を採用して、えー、引くことの2ルート 3t やね。ここね、うん。で、ここの部分とここの部分がほとんど、えー、一緒で。 足す1が引く1になるから t、t2 乗から2を引けばいいっていうふうになって、で、引くことの2ルート 3t です。平方完成してこんな感じ。ね、いけそう。はい。こうやって、えー、t の範囲がこれの二次関数になるわけ。はい。さあ、で、それを書きました。二次関数で、えー、範囲があります。だから放物線書いてあげて、でいいわね。えー、軸ルート3取ってあげて、えー、マイナスルート3から2やから、ね。えー、こうなるか。 うん、で、こうやってグーグ図書いてあげると、最大が7の時で、最小が頂点の y 座標、ルーマイナス5。こうやって出てきます。うん、なので、最大値7で、これは t がマイナスルート3の時、t ね。横軸 t でマイナスルート3。はい、うん。で、最小値は t がルート3の時にマイナス5。出てきます。で、えー、およびその時のシータ出せっていうから、あの時のシータいの時のシータっていうのを出してあげないといけない。 はい。あ、からいこう。t がマイナスルート3っていう時はシータは何だったかって言ったら、あ、これか。これか。あ、そう。じゃあ、ポン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 と、えー、上にパッと見て、で、答えは π っていうふうに書いとけばいいね。なるほどね。OK。で、t がルート3のときっていうのは、ちょっとないから、ここに。ないか。ないんで、まあ、こっちはしょうがないね。えー、t って何やったっけっていうのを考えたわけで、それイコールルート3っていうふうにしなきゃいけないよ。 なので t 割ってたら合成したらこんな感じやってんけど、これがルート3になるっていうから2で割って2分のルート3で、そしたらサインが2分のルート3ってことは3分の π とか3分の 2π なので、で、移行して0と3分の π、ね。θ の範囲0以上 π 以下やからこんだけです。はい。こんな感じでうん答えてあげればいいわけやね。はい。答えまとめます。最大値7です。で、t じゃなくて θ で答えなきゃいけないから θ が π でマイナス5で θ0 と3分の π。 はい、こんな風になる。うん、で、一応、うんえー、t と置かずに、置いた場合はさっき放物線の一部書いたけど、置かずに横軸 θ にとって図示してみたら一応こんなになります。参考です。数、ねうん、算やってる人は書ける、ねうんえー、人もいるでしょう。ねはい、で、ここからクッ、えー、と上がって、キュッと下がって、ほんでビューと上がって、こうらしいよ。ね、で、ここは、えー、一番最後で π で7らしいです。ね、でこれで π で7で。0と3分の π はこの辺ね。 0と3分の π のところで最小でマイナス5って取るらしいですけど、えこれは参考です。参考で、えー、実際に数算を習ってる人であっても、この式見たらあ、ここを t と置いて t2 乗を計算してみようっていう流れ。これでいくといいと思います。はい。ってことで、うんえー、こいつは4分です。はい。まあなんでね、よく練習をして、えー、で時間内にやれるようにすると共通テストにもいいと思います。はい。じゃあ終わりましょう。ありがとうございました。